タイの知覧茶は、パタヤの手前にあります。このホテルは一泊朝食付きで、6752円でした。海岸沿いには、シーフードレストランがありました。ここでは、大きな生けすがありました。知覧茶には、工業団地があります。日本の企業が進出して発展した町です。日本人駐在員が何千人と住んでいます。日本語の情報誌も発刊されています。ここは、シーチャン島行きの船が出ている港です。値段は50バーツ、約180円です。50分かかります。ここは、シーチャン島の港です。レンタルバイクも借りれます。ガソリン込みで、1日250バーツ、約900円です。港近くの海岸で、釣りをしている人もいました。ここはチョムカオカードです。ここでも釣りをしている人がいました。白く見えるところがタムバンビーチです。タイ人、中国人、ロシア人観光客がいました。町の中心地であるロビンソンのショッピングセンター近くには、日本人駐在員向けのレストランやクラブ、カラオケなどがたくさんあります。パタヤの喧騒から逃れたい人には、おすすめの場所です。